こんにちは、スリーボールジャパンです。今、シアトル沖に日本から空母で来ました。今日はですね、この前、ボーイング737を、買った時に、F15 でボーイングフィールドまで行きました。帰りですね、737に乗って帰ったので、F15 はそのまま置きっぱになっていましたので、それを、今日は取りに行きたいと思います。で、空母なんですけども、前回の空母の動画で、空母の名前を募集したところ、たくさんの、コメントをいただきました。ありがとうございます。その中で、空母の名前決まりましたので、ご報告します。一番、グッドボタンが多かったやつにしました。空母の名前は、エイブラハム・サンチャーンに決まりました。では、これからボーイングフィールドまで行きたいと思います。今回使う飛行機はですね、333飛行隊の格納庫に眠っていましたスイス空軍の、昔使った飛行機を使います。これ昔スイス空軍から、いただきましてずっと格納庫に眠ってたんですね。で今回ちょっとボーイングフィールドまでこいつに乗っていって、またちょっとの間ボーイングフィールドで待っててもらおうかと思います。またいつかね取りに行きたいと思います。では乗り込みます。エンジンかけますね。カタパルトなしで上がろうと思います。じゃあ行きます。一応ね、お約束なんで、ちょっと挨拶だけしときまーす。おりゃあ。あー、全然迫力ないな、これ。じゃあ行ってきまーす。この前 F15 でシアトルのダウンタウンを飛行しましたけど、なかなかちょっと早すぎて見れなかったので、ちょっとだけ、観光したいと思います。正面に見えるのがスペースニードルですね。お、よくできてるなぁ。すごい。すごいですね。はい。じゃあ、続いて高層ビルの間を飛びたいと思います。ビルもよくできてますね。東京までとはいかないですけども、看板とかも、ちゃんと見ることができます。で正面に見えるのがシアトルシーホークスのスタジアムと、その奥がシアトルマリナーズのスタジアムですね。この飛行機に乗ってるので、ちょっとスタジアムの中に入ってみたいと思います。すごいですね。ちゃんとフィールドにシーホークスって書いてますね。すごい。じゃあ続いて、野球場の方に行きますね。おお、目の前に看板が。危ねえ危ねえ。おお、こっちもすごいですね。まあ、セーフコフィールドって書いてますね。おー、素晴らしい。目の前のビルにも看板がありますね。ダウンタウンからもうあっという間ですね。もう目の前にボーイングフィールドが見えてきました。このまま着陸します。小型機なんで短い方の滑走路を使います。シャチホコらないように慎重にブレーキかけて、
この奥止めますね。ではエンジンカットします。ライトオフ、エンジンカット。早速降りて F15 を取りに行きます。どこかな F15、 どこや、こっちじゃないか、反対側かな。ちょっと事務所の人に聞いてみます。ここやな、事務所。はい、滑走路反対側に来ました。ちょっと今事務所でですね、ボーイングの方から、置いてる間に、サービスで、塗装してくれたと聞きました。いやー、優しいですね、ほんと素晴らしい対応。今からね、F15 を取りに行って、そのまま乗って、だいぶ放置していたので、テストフライト兼ねてですね、視聴者様からリクエストあったエリア51までちょっとテストフライトがてら行って、空母3チャンで日本に帰ります。あれ、サービスで塗装してくれたって言ってるけど、ちょっとあれな、共同体の塗装やな。333飛行隊はちょっと共同体じゃないんでですね、まあいいか。でもミサイルも、つけてくれたみたいで、いやー、ありがたいですね。おー、もうちょっと外部電源軽くさらっとしときますね。いやー、でも素晴らしいですね。日本の塗装がなかったのは本当にありがたいです。しかもめちゃめちゃよくできてます。では、乗りまーす。はい。翼上面も異常なしです。では、早速、電源入れていきます。ライトクリア。この音よ、本当にすごいな。キャノピークローズ。はい、タクシーアウト。はい、エンジン異常なしです。じゃあエリア51に向けて離陸します。はい、ギアフラッパーアップ。おー、かっこいいですね、飛んでる姿。まあ、やっぱり、米軍の濃いグレーよりも、この明るいグレーの方が見慣れてるせいか、なんか、やっぱり雰囲気全然違いますよね。この山の奥がエリア51になります。
どんな感じなんですかね。とりあえずこれからエリア51内にある米軍施設にローパスして大見空港でタッチアンドゴーしたいと思います。大丈夫ですかね、立ち入り禁止とかいう看板がちらほらこの辺にあるらしいんですけども、撮影等も禁止らしくて、撃ち落とされなかったらいいんですが。はい、もう目の前に見えてますね。これがエリア51内にある、滑走路です。なんか施設らしきものがポツポツ見えますが、なんでしょうね。まあ、実際にここで、来てる月のテストフライトがしているというのはちょっと、インターネットに載ってますが、タイムはわかりません。いろいろありますね、施設が。向こうにもなんかありますね。とりあえずこのままピッチアウトして一回タッチアンドゴーします。ギアフラップダウン。スリーツーレストにおりますね。あれ？滑走路にバツって書いてる。ああ、おじぶ？ああ、どうしよう。やめとこう。ちょっとゲームなんで降りてもいいんですけど、ここはちょっとやめて、スリーツーライトに降り直します。ああ、全バツって書いてますね。スリーツーライト行きますね、もう一回。このままギアフラップ下げたまま、スリーツーライトに着陸します。あ、スリーツーライトに立ったところをします。はい、タッチアンドゴー、スピードブレーキクローズ。ギアフラップアップ。はい、大丈夫でしたね。撃ち落とされなかったです。おー、かっこいい。はい、エリア51でした。では、ここから空母サンチャーンまで全速力で行きます。
ほど空母サンチャーンから、無線が入りまして、シアトルから、サンフランシスコまで来たからそっちに来てくれというところで今サンフランシスコの、上空にいます。シアトルからサンフランシスコまでこの短期間で来るってすごいですね。我が空母めっちゃスピード出ますね。はい、イレブンオクロックにイブラハムサンチャーン見つけました。とりあえず向こうも待ってるのでいつもの行事やっときます。This is Ghost Rider requesting flyby. ネガティブ Ghost Rider また行く風なんやこれ絶対ふざけてるやん。もう行ったろ。ほらでは着陸します。あ、着艦ですね。着艦します。フックダウン。ギリギリやん。はい、なんとか止まることができました。ではいつもの私の駐機場まで持っていきます。慎重にやらないと海にドボンなんで。こんな感じでいいか。 OK、 こんな感じでキャノピーオープン。ではいつものごとく強制的にエンジンカット。お疲れ様でした。これでまた333移行台に F15 を持って帰ることができます。ちょっと疲れたんで日本に着くまで休憩したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。